さん、本当にありがとうございました。この2日はすごく楽しかったです。いっぱいなことを学びました。これは本当にいい経験になりました。必ず私はアメリカにこれを持って帰ります。もっとやりたいんですけど、あまり時間がありませんでした。ただ1週間だけ日本に住んでいます。これは剣道のことは終わりだけど、次は皆さんは英語の勉強するんですよね。私も日本語を勉強するんだけど、もっとやりたいんです。だから、もしよければ、皆さんは私と Facebook とか、Email とか、Exchange をしようね。もしアメリカに来て、私に呼んでてください。英語勉強とか、剣道とか、します。今日ね、はい、もう一度本当にありがとうございました。